取れたての情報をお届けする挨拶。世田谷区にある JRA 馬事公園前欅広場で今日、夏季農産物品評会が行われました。東京23区内で2番目の規模を誇る世田谷区の農業と農産物への理解を深めてもらおうと毎年開かれているものです。区内農家の、技術改善や、優良品種の、改良普及、そして区内農業の振興を目的に、実施させていただいております。この品評会に合わせて栽培していただいておりますので、そこに向けて熱意を上げてやっていただいている農家さんもいらっしゃいます。品評会は400点以上の出品物の中から大きさや美しさなどを基準に審査が行われます。明日9日には出品された農産物の即売も実施されます。まあ、一番上がってほしいのがいいですね。私は今日人の他の見た限りはナスですね。また会場では野菜ソムリエからおすすめの調理方法を学べる試食講座も開かれ、来場者でにぎわっていました。非常に世田谷でこんなに野菜がねたくさん作られているというのは知らなかったんで、住んでいて結構なりますけど新たな発見でした。